どうも、皆様いかがお過ごしでしょうか。うかでございます。というわけで今回もやっていきましょう。サクサク説、12星座占い。今回はレオ、獅子座ですね。やっていきましょう。レオだからライオンズで作るべきだったのかな。今度はファーストですね。キャッチャー作ったんで。左投げ左打ちのファーストにしてみよう。オープンスタンス。ストップ、13番。チームはじゃあオリックスで行きま、なぜか、レオでオリックスってパワーでしょうね。黙ってパワーでしょう。あとどうしようかな。ミートも持ってった方がいいかな。あ、新竜カードでいいこと起こるようにしてみようかな。ゴー。これで何かいいって、なんか、起きてほしいな。なんか面白いことが。いきます。ステージ1。悪くはないんだ。悪くはない。ただ、いきなりいいことが起きちゃうってパターンだな、これは。なるほど。タイミングがどうもよろしくない。あ、大回復。よかったよかった。はい。ああ、いいねいいね。結構回復率が高いよ、今回。よー、あれいいこと続くな。あれ獅子座なんか今年ありな感じじゃね割と。だってこれ、だって一筆書きでこういっちゃえるもんね。ちょ、パワー取っちゃおうかな。パワーアップして、で、ゴール。やる気も好調だし。全体的にいいこと起こるな、最初はね。ただ、この後怖い。何が起きるかわからないんで、本当に。はい、川端選手。へっすら。やった。パワーがすでに D。回復。あら。あらららら。いいね。で、パワーがさらに上がって。ダウンはまあいいけど、回復して。シャッフル。全体的にいいぞ。これ、弾道がただないのが気になるけど。じゃあ、ゴールで。やめときましょう。ちょっと、怖いわ。体力温存。ステージ3。さあ、ここは、あ、宝箱のと前になんてこったい。どうしようかな、これ。ちょっとシャッフルしよう、シャッフル。残念だけど。やる気下がっちったい、もったいねー。はい、で、おい、シュンタ選手。怪我しにくさ。怪我しにくい年、やっぱ怪我しない。無病息災ですよ。はい。はーし、で、それで、うわー、無事パネアを。最高。あ、弾道来た。やったぜ。弾道アップ。の、どうしよっかな、これ。肩になっちゃうのか、全部。まあ、なってもいっか。あ、守備力、守備力、キャッチャー、ファースト守備力あった方がいいもんね。ほい。無事パネアを、マジか。いいこと続くな、おい。まあ、総力じゃ、いいにしといて、とりあえず。で、どうしよう、これ。守備力もいいにしちゃおっかな、この際だから。で、ゴール。肩がちょっとないけど。でも、今の勝負かけるべきだったかな、ステージ3で。割と流れ良かったから。まあまあいいや。じゃあ行きましょう。ほい。ここで、回復。で、ミートを上げて。で、ここ肩、E にしちゃいます。なんだかった。さあ、いやー、カレンさん、位置が悪い。で、効果。ほい。ムジパネ様々。あ、肩が来た。肩アップ。アップの。あ、野球マン。あ、1号。しかも、速い、ペースが。パワーアップだから、でも割と嬉しいかもしんない。じゃあ、宝箱近くなのが。でもまあ、取りに行けばいいだけの話か、そしたら。行きましょう。じゃあちょっとここ、はい、弾道3にしちゃいます。で、アウト。アウっていうのに来い。やーいるはいるか。じゃあまず、はい、宝箱取ってから。肩超人念。足りないところに帰ってくれたけど。で、選手に会って。はい。で、まだ野球マン下にいるから、会いに行けるよな、これ。おい。よいしょ。回復。で、行くなよ、行くなよ。あ、来たー、やったー、やったー。はい。あ、パワー A。いいね。よーしよしよし。強くなってきた、だいぶ。で、シャッフル。一応。なんも、エラー回避、エラー回避でゴール。やったぜ。ちなみにやったぜ。なんか。おー、4番、意外となんか、ファースト本当にいそうだな。こういうの。行きましょう。ラスト。まずはこっちのハテナだ。宝箱。お、いいところに行ってくれた。ちょうどなんか、行こうと思ってた道に。ミートよっしゃ、いいね、ミート。素晴らしい。さあ、カレンさんが、1、2、3、4の、4だけど、こっちだろ。はい。肩アップ。で、はい。よし、大回復。来た。1回の大回、いやーまずい。やばい。助かるカードがね、ワンチャンこう、なんか、新竜カードでダメージゼロって可能性もあるけど、野球マンどっかもう出てきちゃったからな。こうなったらちょっと少しでも回復を狙って。来い来い来い、よっしゃー。あれ獅子座今年かなりあるぞ。すっごい伸びるから。エラー回避取って、でやる気は好調ぐらいを維持。の、
宝箱取り行きたいな。でも体力あるからまあ結構勝負行っていいか。はい、走塁 C。 走力はでもなんか言うほど気にしなくていい気がする。ほい、ミートチョ、あ、ミートが C。 あ、いいぞいいぞ。はい、でこれでどうだ。ガッく、いや、まだよしよし、ミート B。 はい、でパワーダウンがちょっとし厳しいな。補給アップ、はい C。 そして宝箱どこ行けるか。これ11でしょ。まずこれで家で9123456789、いける。1でいけるな、これ。はい、ではい、肩超人伝、肩が B。 あ、もうすぐ A になるな。5でも5だと帰らなきゃ死ぬもんな。だプロ入りカード持ってないし。1234で終わりか。123、はい、終わり。はい、獅子座かなり今年は運がいいようです。うん、全体的に調子良さそうだね。だから今年は結構頑張ってもらっていいんじゃないでしょうか。本当にちょっと俺もね、驚いてる。こんなになんかいい能力になるとは。ただこれと、走塁 C にヘッドスライディングだったら、これ走力もうちょっとあってよかったんじゃないかなっていう気もするんですよね。まあでもその代わり4番としては、4番で、違う、ファーストとしてはかなりいい能力持ってます。そんな気がしますね。ということで。じゃあ今年はぜひ、頑張ってください。いいことあるよ。というわけで、ダウンロードの方してみてください。明日の動画でお会いしましょう。うかでした。またね。でしょうか。レイでございます。そんなわけで、ね、今回もやっていきましょう。はい。なぜかね、こんなところに、とある方に連れてこられたわけですけども、その本人どっか行っちゃったっぽいんだよな。あれ、おかしいな。どこ行ったんだ？取ったどー！あ、違う。向きが違う。というわけで、いやいや、どうも皆様、うかでございます。